皆さんこんにちは、 JA タウンオフィシャルサポーターの秋元真夏です。さあ皆さん、突然ですが最近にっこりしてますか？はい、ということで私はね、割とこのね JA タウンのゆるふわタイムでもにっこりしてるんですけど、今回はにっこりがテーマになっております。どんなことなのかこの後明らかになると思います。ゆるふわタイムスタートです。秋元真夏のゆるふわタイム、皆さんにゆるふわチャンネルの投稿欄へにっこりエピソードをお送りいただきました。皆さんありがとうございます。じゃあちょっとそれをねいくつか読み上げて、私がにっこり具合を判定していきたいと思います。ルールはですね、にっこり投稿を読んで小にっこり、中にっこり、大にっこり、この3つで判定していきます。判定理由とともに、ちょっと感想もねお伝えさせていただきたいと思います。では行きましょう。真夏さんがわからないことがあって困っていて、常連さんを頼ってそのことが解決したとき、安心したと温かい言葉を真夏さんに伝えているときにっこりしました、ということで、これはですね、補足しますと、私が、基本的にその家電の使い方とかあとはインスタグラムの消したくないコメントをこの前消しちゃったんですけど、それの復活の仕方とかそういう機械系がちょっと弱いのでわかんないなって思った時に、私のファンクラブの皆さん、常連さんっていう名前なんですけど、その人たちに聞くようにしてるんですよ。自分では調べきれない、わかんないってなったらちょっと頼らせてもらってるんですけど、知恵袋みたいなことになっちゃってるんですけど、そういう感じでこう知恵を拝借して解決した時に、みんなにも本当に感謝の気持ちと安心したよっていうのをお伝えしてるっていう話ですね。もう私がいけないんですけど、とっても助かってるので大にっこり、はい、いつもありがとうございます。これからも聞くと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ続いて、真夏さんの出てるゆるふわチャンネルを見てる時です。いつもご飯を美味しそうに食べている真夏さん、そして周りのスタッフさんとも仲が良さそうなのが伝わってきて、いつもにっこり見てます、ということで、食べるもの全部美味しくて、本当におすすめの食材とか地域のものが増えすぎちゃって、もうどうしようってぐらい全部美味しいので、皆さんにも食べてもらいたいってすごい思う気持ちでやってるんですけど、ここのねスタッフさん本当に私に甘くてですねまあ伝わってると思うんですけど、クイズとかをやると、普通は別不正解になってもいいやっていう感じだと思うんですけど、それよりもスタッフさんが正解してこれを食べてほしいという気持ちが勝っているのか、ほぼもう答えを聞いてしまうぐらいのこう大ヒントが飛んできて、正解させてもらうっていう、本当ほがらかな、本当ゆるふわっていう感じの空気の中でやらせてもらってます。これはね番組のことなので大にっこりで、はい。ね、スーパーでお買い物して店を出るとき、夫婦と見られるおじいちゃんとおばあちゃんが前を歩いていたんですが、おじいちゃんがよろよろ歩くおばあちゃんの手をしっかりと握り返して、二人仲良く帰る姿に自然とにっこりとなりました、っていいですね。なんか今その光景を思い浮かべただけで本当に笑顔になっちゃうぐらい。私もよくあるんですけど、公園とかお散歩してるときにベンチでお話ししてるおじいちゃんおばあちゃんとか、白髪のおじいちゃんおばあちゃんになっても手つないで歩いてるとかいうお二人を見かけると、それめちゃくちゃ素敵だなって思うのと同時に、私もなんかいつかそういう素敵なおじいちゃんおばあちゃんになりたいなっていうのを思いながら見ちゃうので、これはもう大にっこりで、いや素敵。 JA タウン in 栃木、真っ赤に染まるいろは坂、宇都宮餃子は県民のソウルフード、栃木の美味しいふるさとをお届け。産地直送通販サイト JA タウン。さあここまで皆さんのにっこりエピソードねちょこっと読んできましたが、なんでね今回のテーマがにっこりなんだろうと思いませんでしたかそうなんですよ、今回は紹介するものにちなんでおりまして、 PR したい JA タウンの商品の名前がなんとにっこりなしというものです。それがこちらです。はい、すごい大きいんだけど伝わりますか？このねにっこりなしは思わず食べるとにっこりしちゃうぐらい、とにかく大きくて味が濃くて甘くてみずみずしいなしということなんですけど、ちょっといいですか、持っていい？これねすごいの、見てこんな大きい、すごい。なしってだいたいこのこう持つぐらいじゃないですか。ずっしりしてるし大きさもあって、これよりもね大きいサイズのものもあるそうです。
では食べていきたいと思います。すごいよ、大きい。だってこのフォークに刺さった感じがずっしりしてるもん。いただきます。めっちゃ美味しい。すごい、もうこの噛んだ瞬間にもうじゅわって果汁がシャリッとした感じの食感、多分音聞こえますかね。うん、勝手に私果物のイメージだと大きいと味が薄くなっちゃうんじゃないかなっていうのが昔から思っちゃってたんですけど、全くそんなことないです。なんなら濃い、大きくて濃いから本当ただただ満足度が高いっていう、もう最高です ね。こちらはですね、栃木県の、ね、商品なんですけど、寒暖差が大きくて適度な雨量があって、この果物の生産にすごくぴったりな土壌ということです。梨はですね、栃木県の生産量が全国で第3位ということで、このサイズの梨が入ってるということで、大きいだけでなんか嬉しいですよね。それでは梨を食べてにっこりしたところで、皆さんのエピソード引き続き読んでいきたいと思います。夜ご飯に大好物の麻婆豆腐を作った日、食べ終わった後友人とゲームをしながら電話をする夫の声が聞こえてきたのですが、今日の夜ご飯麻婆豆腐やった、めっちゃ美味しかったと少年のように嬉しそうに話していて、嬉しいな、可愛いなとついにっこりしてしまいました。すごい、めちゃくちゃ素敵じゃないですか。もうこれはもう大にっこりです。大大にっこり。聞いてるだけで、なんか読んでるだけでこうニコニコしちゃうぐらいでしたけど、あれですね、多分他の人にわざわざ言うってことはもう本当相当もう自分の中で最高だったっていうことだと思うので、ご飯作るの大変だと思うんですけど、これからも頑張ってください。はい、真夏さんがゆるふわチャンネルで訪れた飲食店に行くのが趣味なのですが、行く先々で真夏さんは愛想が良くてすごく可愛かったよとお店の人が話してくれるので、いつもにっこりしています。すごい、趣味にしてくれてるの、ありがたい。確かに私本当にこう産地ロケとかいろんなお店に行くロケとかもしてるので、行く場所は相当あると思うんですけどそれ全部巡ってくれて同じ味楽しんでくれてるのも嬉しいですし、そのお店の方とも毎回話すので、その方とのコミュニケーションがこの見てる人にも伝わってるっていうのはめっちゃ嬉しいです。ちょっとぜひまた行ってください。これはもう大にっこりで、はい。私の家族に愛犬のポメラニアンがいますが、私がテレビを見ていたりするとそっと横に来て寝たりするのを見るとにっこりしますね、ということで。かわいい、一緒にいたいのかな。何を喋ってるのか気になりますよね。なんか人間の言葉に変換したくなっちゃう。私はペット飼ってないですけど、友達のペットとかに初手で舐められちゃうタイプなので何を思いながらちょっと舐められてるのかっていうのは若干聞いてみたいところではあります。でも素敵なエピソードだったので大にっこりで、すごくない、何回見てもびっくりするんだけどこのサイズ切ってこれですよ、すごくない。うん、ほんとみずみずしい。途中で挟む CM 的なところでユッケズッキュンってワードが意味わからなすぎてにっこりしちゃいますこれはゆるふわタイムの間に入ってるこう CM 的なものなんですけど、聞いたことありますかね。私がもう満面の笑みでにっこりでユッケズッキュンって言ってるんですけど、肉市場のスタッフさんが熱望して入れたセリフでしてこんなん言っていいのかな。もともとセリフにはなかったんですけど、ユッケズッキュン入れちゃおうということで、その場でこうアドリブ的に入ったものなので、確かに、意味はわからないかもしれませんけど、ユッケを食べてもズッキュンと心奪われちゃうよみたいなことにしておきましょう。今決めましたこれは確かにな、にっこり、中にっこりで、はい、いいですね。なんかこのねメッセージ、笑とかもついてなくてね、ほんとただただ思った気持ちを綴ったような感じで、ちょっと素直な気持ちが伝わりました。ここで真夏ショッピングのお時間です。今日ご紹介する商品はこちら、お肉の宅配肉市場ご家庭用ユッケ。
JA 全農ミートフーズのこだわりが詰まった和牛のユッケ。おいしい。ユッケズッキュン。ご家庭用ユッケは JA タウンお肉の宅配肉市場をチェック。工事現場で工事をしているとき、あ、じゃあ工事現場で働いている人ってことか、ね、小さな男の子とお母さんが歩いて横切るときに男の子に目が合うと男の子が手を振ってくれるので振り返したときにっこりしてしまいます。いいですね、かわいい。なんかあれなのかな、いつもここで工事してる人だなとか、もしかしたら認識してるのかもしれないですね。私もこの前お仕事で地方に行くときに飛行機に乗って、搭乗口通ってから飛行機までのこうちょっと道があるじゃないですか。その道を歩いてるときに窓から飛行機のコックピットが見えて、そこのパイロットの方がこっちに向かってね、こっちのお客さんに向かって手を振ってたんですよ。で、わ、素敵と思って私もう全力で振り返して、手振ってくれた人の飛行機に乗れるって嬉しいなと思いながら、すごいにっこりな気持ちになりながら移動できました。はい、じゃあこれはもう大にっこりで、はい。現役時代はもちろん、卒業してからもアイドルには結婚してほしくないなって思うけど、マナッタンの場合は好感度高すぎて逆に結婚して幸せになってほしいって思う。すごいにっこりエピソードって言ってこれを送ってきたんですか、皆さん、あなたすごい。いやでも嬉しいです、好感度高いって思ってもらえてるのも嬉しいし、国民の嫁なのでいつかは誰かの嫁にというコンセプトでやっておりますのでふざけちゃう。いや嬉しいですね、いつかじゃあ誰かの嫁になるかもしれませんが、誰かの嫁になろうとも国民の嫁ではありますので、その時はよろしくお願いします。まだ未定ということで中にっこりで私には1歳になった息子がいます。息子がにっこりと笑った顔がなんとなく、あ、なんと真夏さんにそっくりです。月の形に細くなった目や膨らんだほっぺと口の感じ、顔の輪郭までそっくりです。私も妻も真夏さんのファンなのですが、真夏さんにそっくりな息子の笑顔を見て私も妻もにっこりしています。いつか真夏さんに息子の笑顔を見てもらいたいですということで、じゃあこんな顔っていうことですかね。ちょっと会ってみたいな、いつか。嬉しい。もういつも笑ってる子になると思いますので、この感じだと私はもう小さい時からどの写真見ても同じ顔で笑ってるので、いっぱい写真を撮って記録しといてあげてください。これも大にっこりもう本当に皆さんのにっこりエピソードいいですね。なんかいい話をみんなで共有してまたさらににっこりするっていうの、本当幸せな空間でしたし、あとこちらのにっこり梨、本当にもうみずみずしくて甘くて美味しいので、もうぜひこれは皆さんに食べていただきたいです。あとこのにっこり梨っていうのはこうちょっと保存が効くらしくて、ちょっと長い期間置いておいても美味しく食べられるっていう品種だそうなので、ぜひぜひこの季節にゲットして長い期間楽しんでみてください。今日私が食べたにっこり梨は JA タウン栃木新鮮倉庫で配信から期間限定で販売しています。11月末まではお客様送料負担なしの国商国産キャンペーンを実施中です。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてみてください。にっこり梨食べてみたいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回のゆるふわタイムもお楽しみに。バイバイ。